サマーオイルが日本の総理大臣になった。令和から円和に変わり、円が円に変わる。100円ではなく100円になるそうだ。はあ、何度も言わせるな。サマーオイルが総理大臣になったんだ。聞こえてますよ。だから初ってんだ。それからな、今年の漢字は猿になるそうだ。なわけねえだろ。シャトル、俺も何が何だかわからんのだ。行かないのかな。お集まりのおバカな猿どもには理解できないと思われますが、尻の穴かっぽじってよく聞いてください。自民党が目指す政策をイージーに説明します。まず呪霊というのは術師からは生まれてこない。つまり大雑把に言ってしまうと、秘術師の猿どもを皆殺しにすればいい。自民党はそんな政策を目指しています。理解できましたか、猿ども。秘術師の僕たちをバカにしてるのか。殺されるために当選させるバカいないだろ。そうだそうだ。僕たちを猿扱いするな。そうだそうだ。わかりました。理解できなかったおバカな猿どものために他で例えてあげましょう。例えば花粉症で悩む人を救うには何をすれば一番いい時か。花粉症にならない木だけにすればいいんです。この世から花粉症になる木をすべて伐採すれば花粉症という呪いは生まれてこない。まあそんなところです。まあつまりですね、呪術が使えないカスの猿どもは花粉症、地球から消えてもらいたいんです。でもいきなり死ねと言われても死にたくないですよね。そこで提案です。自民党の私が当選せず総理大臣になれなかったら猿どもを皆殺しにします。百鬼夜行を行います。でももし当選し総理大臣になることができたら、サルドマンを殺さず、サルドマンから税金をたんまりもらって大日本円国にします。さあどうする。私に殺されるか、税金で私を癒すか。私に従え、サル。税金で癒します。総理大臣はサマーオイルしか勝たん。私は今猛烈に感動している。サルドマンが税金を犠牲にしてまで私を慈しみ敬う、私の望む世界が今目の前にある。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。